はい、こんばんは。公認会計士武田裕二です。終わりの会やっていきます。今日は2021年の1月18日ですね。昨日、1月17日が、阪神大震災から26年という日だったんですね。私は当時ですね、兵庫県の宝塚市というところに住んでまして、震源地から多分2、30キロの場所だと思うんですよね。震度7でした。まあ人生で震度7を経験したことある人なんてほとんどいないと思うんですけども、まあ私も、まああの時が最初で、まあ多分最後になるんだろうと思うんですけども、まあ強烈な体験でしたね。神戸とかですね、阪神間っていうのは地震が100年来ないって言われてた場所で、私はずっと阪神間に住んでるんで、まあ、地震の経験なんていうのはまあほぼなかったんですけども、まあ、せいぜい震度1とか2とかを経験したことがあるぐらいの人間がですね、ある日突然震度7ですよ。でしかも寝てる時でしたよね。で、しかも私はその時、インフルエンザにかかってて、41度とかいうもうなんか死にそうな熱出てたんですけども、もう何の予兆もなかったですね。突然朝の5時46分だったんですけども、すごい揺れ方しましたよ。実はですね、地震の1分前ぐらいに目覚めたんですよ。でとんでもない音が、迫ってくるので目が覚めたんですよね。私の住んでた宝塚市のは神戸市から、東側にあるんですけども、西の方からですね、もうとてつもない大爆音、それこそね、あのジャンボジェット機がうち突っ込んでくるんじゃないかってほんまに思ったんですね。目覚めた時にえっと思って、まあ、夜中真っ暗だったんですけども、えなんかうちに飛行機が突っ込んでくるぞみたいな、それぐらいのもう爆音ですよ。それが遠くからグワーグワーとか言って近づいてきて、でなんかやばいやばいやばいと思ったんです。でその爆音がものすごい音になってきたと思った瞬間、ガーンって僕の体が浮かび上がったぐらいに揺れたんですね。でまあ揺れてる時間は、まあ後の報道とかによって40何秒って言ってましたけどもね、まあ、その間はもうなんていうかな、体はなんかもうとりあえずベッドの縁に捕まってたと思うんですけども、まあ、とにかくねなんか凄まじい揺れでしたよ。で、まあ、多分人生で死ぬなと思った瞬間ってあの時だけですけども、もうほんまに、家が間違いなく崩壊するなと、でまあその下敷きになって死ぬんやろうなと揺れてる時に思ったぐらいに、まあ揺れましたね。で、まあ、40秒ぐらい揺れて、揺れが収まった時に、ああ地震だったんだと思ったけど、まあ幸い、うちの家は倒壊しなかったんですよ。まあ奇跡ですよね。まあ、うちの近所でもあの玄関の方向が違う家は倒壊したんですけども、うちの家はまあ向いてる方向がたまたま良かったんで倒壊はしなかったけど、まあでもね、まあ父親飛んできましたし、まあ妹は顔面から血流してたんですよ。ベッドの近くに置いてる、テレビが飛んできたみたいでね、まあそれぐらい本当にまあ生きてたのが奇跡やな思うぐらいに、あの時の光景っていうのはね今でも忘れられないんですよね。でまあ不思議なもんで前の日の晩まで41度の熱あったのに、ね、まあ、あんな経験したからかどうか因果関係わかんないけど、まあ、熱は下がったんですよねパッとね。でただやっぱまあ体は体調疲れてるし、もう周りはね本当に電気もガスも通らない。まあ、父親が携帯ラジオ持ってたんで、まあ、それをかろうじて聞けたんでね、近くに走ってる阪神高速が倒壊したとかね、まあ、電車の橋桁が歪んでるとかいう、まあ、その音声の情報だけを頼りに、ほんまかいな思いながらね、
まあ、日が明けるのを待ってたんですよ。家の中いるのが危険なんで、まあ、とにかく外に出て、まあ、寒い中1月だからね。で、まあ、日明けるのを待って、まあ、余震にもうね、余震が怖かったんですよね。もう余震で死ぬと思ってましたからね。余震が次来た家倒壊すると思ってましたから、余震が怖いんですよ。しばらく余震がずっと続くんですけど、これが本当に恐怖で、もういつ死んでもおかしないと思いながら過ごすっていう経験って本当にね、なかなかないですけど、まあ怖かったですよね。で、まあちょっと元気入れてきて、多分次の日だったと思うんですけども、僕はね、当時、ちょっと肩身をしてる女性がいて、その人が今留学生だったんですけどね、中国人だったんですけども、神戸に一人暮らしをしてるんで、まあ、心配になって、電話なんか全然通じる状況じゃなかったんでね、まあ携帯なんかもまだみんな持ってなかったんで、まあその子がちょっと心配になって、で神戸の市内に住んでるんですけど、まあ、僕は、まあ、留学生だし、その日本人の知り合いもいないと思うんで、どうしてるのかなと思って心配になって、バイクで、神戸に向かったんですよね。でね、これがまたねすごくて、本当にね戦場なんですよ。まあうちの周りも大概すごかったけど、神戸ってもう本当にすごくて、まあ西に行けば行くほどですけど、こうなんていうかな、もう道路の上に家があるとか、マンホールが 1,2 メートル飛び上がってるとか、ちょっと考えられないと思うんですけど、まあぐちゃぐちゃなんですよね。うん、もうビルの1階の部分がへしゃげてるっていうのも見たし、うん、でまあ、あの神戸大阪をつなぐ国道2号線っていうのがあるんですけど、まあ、そこなんてもう信号通ってないし、まあ、車大渋滞ですよね。まあ、物流の車も完全に大渋滞で止まってるし、まあ、私はバイクだったんでその間すり抜けられたけど、まあ、でもねもうなんていうかな、西に行けば行くほど、神戸に向かえば向かうほど、こうアスファルトがめくれ上がってて通れないんですよね。うん、でマンホールも突き出てるでしょ。もうとにかくバイクが通れないと。で車も足止め。うん、そういう状況で、途中まで西に向かったんですけど、いやもうこれは無理って思って、僕ね、神戸の手前の芦屋っていうところで引き返したんじゃないで、結局彼女のところにまで家たどり着かずに、もう足屋に断念して、もうこれ以上もう無理だと、うん、二輪車も四輪車もこう西には向かえる状況ではないというぐらいの、まあもう本当戦争映画ですね。うん、まあこれはもう終わったなという状況でしたね。でまあ僕は諦めて、まあ、宝塚に戻ったんですけど、まああの時の光景とか、その揺れてる瞬間とかっていうのは26年経った今でももう忘れることできないですね。まあ彼女は幸い無事で、生きてたんですけども、まあでもそれも知ったのは本当に 2,3 週間経ってからですよね。連絡手段が本当なかったんで、うん、まあ、奇跡的にお互い生きてたんですけど、でも何ていうかな、こうああいうのをね、こう100年地震がないというエリアで突然来たわけですよね。であの時に 6,400 人以上の方が亡くなってるんですよね、あの40秒の揺れでね。まあ今日現在でコロナで亡くなった人って多分もっと少ないでしょ。本当人生って分からんもんで、予測不能なんですよね。僕ブログでもまあしょっちゅう書いてますけど、予測不能だし想定外の出来事っていうのがまあ次から次へと起こる、ね、で日本で一番地震が来ないだろうと言われてた札幌、北海道、これも2年前に大地震来たでしょ。うん、だからこう天災っていうのは本当に恐ろしいもんで、ウイルスも恐ろしいけども天災っていうのも恐ろしいし、まあ今後温暖化が激しく来るでしょ。 4度上がるって言われてるでしょ。4度上がるとね、とある本によると
大阪東京は水没するんですよ。うん、だから怖いですよね本当にね、熱波で死ぬっていう人も出てくるみたいですよね。うん、まあね、本当にこう何が起こるか分かんない中で生かされてるわけですよ。私はたまたま家の向きが良かったから家は倒壊しなかったけど、うちの数十メートル離れたところでも玄関の向きが違う家は全壊したわけですよね。うん、だから、いつ死んでもおかしくないし、生きてるのも奇跡、感謝しないといけないと思うけども、やっぱ奇跡だと思うんですよね。うん、何が起こるか分かんない。だからこそ私はね、あの日の経験を持ってやっぱ人生楽しまないかなって思ってるんですよ。まあ、有名な話ですけども、あの楽天の三木谷さん、神戸出身ですよね。阪神大震災をもとに工銀辞めて楽天立ち上げた、噂によると、まあ、ストックオプションで10億円ぐらいもらえる権利を放棄したけども、やっぱ人生楽しまなきゃ、一度しかない人生をこう悔いなく生きるっていうことを選んで、そのストックオプションを放棄して楽天作ったっていうのはね、まあ、よく聞くじゃないですか。うん、だから、まあ、コロナもそうだし、それ以外のウイルスが今後来るかもしれない、もちろん天災も、ね、来ると思いますよ。温暖化も来ますよ。いつ死んでもおかしくないというのはやっぱり私はあの阪神大震災の経験上ベースにどうしてもあるんですよね。なので、人生一度きり、人生二度なしっていう言葉ありますよね。その中で明日死んでもいいように、悔いがないように生きないといけない、自分が楽しいと思うこととか幸せだと思うこととか、こういうことを躊躇せずに掴んでいくっていうことがやっぱ大事だし、多くの人が準備に時間をかけると思うんですけども、準備万端なんていう日って多分一生来ないと思いますよ。うん、準備ができたらやろうとかね、それはもうね一生できないんですよね。だから僕はいつも持ち上げてるモレスキンっていうノートの最初のページにね書いてるんですけどね、幸せになることに躊躇するなというふうに書いてるんですよね。やっぱりこう突然人生終わるもんだと思ってるんですよ。生きて死ぬっていうね、このプロセスってなんていうかな、みんながみんな老いて老衰して終わっていくもんではなくて、ある日スパンと終わるもんだと思うんですよね。そういうもんですよ。地震もそうですよね。あの6000数百人というのは誰もが予測してないと思うんですよね。あの日スパンと人生終わっちゃう、なのでやっぱこうそういう前提で生きるべきですよ。だからいつまでも準備するとかね、今のこと終わったらやろうとかね、うん、それじゃあ僕は本当に後悔すると思いますね、人生ね。うん、やっぱりやって後悔するよりやらずに後悔する方が悔い残るはずですから、うん、やっぱ何でもやった方が僕はいいと思うんですよね。うん、なのでもう言い訳なんかせずに、金がないとかお金がなんていう時間がないとかね、自信がないとかっていう人が多いけど、まあ、こんなもう本当に言い訳、もうとにかくやった方がいいですよ。で、楽しいこと、幸せなことっていうのはこれはもうなんか感情だと思うんですよね。どういう感情を自分はつかみたいのかですよ。うん、どういう感情が自分が幸せと思うかとか、どういう感情が楽しいとかハッピーとかって思うかですね。でこの感情を自分からつかみに行く、躊躇せずに自分の手で掴みに行くということをやらないと悔いが残ると思いますよ。後悔すると思うんで、だからもう言い訳せずにね、ほんまに幸せだと思うんだったら金全部使い切ったっていいと僕は思うんですよね。うん、それよりもやらずに後悔するより
やる方が僕は絶対に幸せやと思いますので、僕はそういう人生を歩んでるつもりなんですよね。まあ、これはやっぱりあの阪神の経験っていうのが自分の中では大きいですね。生かされてると思います。もう奇跡的に生きてるんですよね。なので、この与えられた人生を、まあ、とにかく楽しんで、で、まあ、よく言えば後世に足跡を残したいとは思いますよ。会計士として何か足跡を残して死んでいきたいなという思いはあるけれども、まあ、でもやっぱりこう自分が最大限幸せになると、ね、いうことがもうやっぱ大事だし、ストレスに感じる仕事とかストレスを感じる人間関係とかね、そういう時間とかっていうことを我慢するっていうことは僕はしたくないんですね。そこに美徳を感じない。それにももうとにかく大事な人と幸せな時間を過ごすと。で、楽しいって思える感情を手に入れる。これが僕はすごく大事かなと思ってるんですよね。本当に阪神の後にあれを超える地震が来るっていうのは全く思ってもなかったけど、仙台の地震も来たわけですよね。もういつ何が起こるか分かんないですよ、本当にね。違うウイルスも来ますよ、きっとね。その中で今ここをどう生きるか、どういう感情を手に入れたいのか、どういう人を大切にしたいのか、どういう感情を手に入れたいのかっていうのをですね、まあ、ぜひとも向き合ってほしいですね。で、とにかくそれを最大限の優先順位として、生きる、楽しく生きる。もうバカになっていいと思います。まあ、真面目に考えすぎる人が多いと思うんですけど、もっとバカになっていいと思いますよ。とにかく楽しんでなんぼやという僕は自分に言い聞かせますけどね。バカになって金を使い切って死んでいくというのがほんまに幸せだと思いますので、クソ真面目から解放されて楽しみましょうよ、いつ死ぬかわからないので楽しむと、躊躇をしないということをやっていけば今よりもぐわっと幸せになれるんじゃないかなと僕は思いますのでね、まあ、こういうのちょっと参考にしていただければと思います。はい、それでは、今日ちょっと長くなりましたね。最後まで見ていただけた方はまたいいねボタンを押してください。お願いします。またコメントとかも書いていただければありがたいです。それではまた次の終わりの回でお会いしましょう。おやすみなさい。